まさか T 字の方なの。なかなか高速で見ない構造ですよね。走ってきた。あ、意外と綺麗じゃん。こんな感じで結構綺麗ですね。これでも綺麗じゃん。いいじゃん。綺麗そうですね。ズームで女子トイレの方映すとなんか完全な変質者ですかね。そのエリアとかもあるし、人もちょっと降りれるのかな。つまり、結論、もうちょっとねトイレしたいんだな。近すぎるなでも俺トイレ。さてね、寄ってきましたけどね、いやー素敵なところでございましたよ。いやー綺麗ですね。でしかもね、案内のところにね、簡単なマップがあったんですけどね、これね大きいですね。何が大きいかというと、ちょうどね、この先どうもあるとね、天の柱店までがその京都縦貫道なんですけど、その先からまた高速が一応できてるみたいで、京丹後大宮インターっていうところまで行けるみたいです。で、その先もずーっと作ってて、最終的にはね、その糸田、今行こうとしてる綾野もうその駅のまんまぐらいまで、ずっともうズドンと通るみたいなんで、そうなった時には相当この動画見てもらってる方、ここから先がちょっと下道に入ってくるわけですけど、そうなってくるとめちゃくちゃ行きやすくなりますねっていうことですね。ってことなんで、大宮まで行って、そこから下道でまあ行ったらいいのかな。まだこの峰山インターってのはできてないみたいなんでね、うん、っていう感じかなってことです。ありがたいですねこれは。わかりやすいな。ちょうど網野まで、まあ下道の地図もパッとね、これ見たらわかりますのでね、降りたらそっからこの402号で峰山まで行って、そっから県道17号の方で網野の方に行ったらいいのかな。まあ結構網野が目的地としてはちょうど大きいところになるみたいなんで、多分案内も出てくるみたいな感じみたいですね。ですんでね、そっちの方で行ってみたいと思います。だからちょうど、あ、こういう地図になってます。いいですね。全体が分かりやすいですね。こんな感じ。ですから、だいぶ京都のそのずっと西を、西のへりをですね、京都の西の端かをこう、ずーっと沿いながら、来て、そのまま丹後の方に入っていくって感じですね。うん、っていう感じですね。なるほどな。で、ちなみに、酔ったんでね、アクエンスからしてもらって、水筒ね、持ってきてるんで、これでね、いけますから、水筒にね、足して、突き足ししてね、1リットルサイズなんでね、こいつやったら、まるっと1個入るんで、こうしたればね、水筒なんで、ずっと冷たい水をキープできますね。そうすると自販機でその買ったやつそのまま入れて、そのまま自販機にポンと捨てれるんで、ペットボトルもねかさばらんで済みますね。これはね、いい方法思いついたなと自画自賛してる。まあこの程度水筒ってスポーツドリンク入れるのどうなんていう意見の方もいらっしゃると思いますけどね、もう死の頃言ってられません。暑い中で、完全に、体力使われる仕事してるんでね、さすがにもうそれはもう言ってらんねえよということなんでね。あとね、もう一個気になったのがね、なんかね、なんか不思議な抹茶ラテのやつが売っとったんでね、それ買ってみまして、ちょっと写真と後で撮っときますけどね、自販機の写真こんな感じであって、ちょっと気になる種類やったんで試しにね買ってみましたよという感じですね。写真撮っとかんとね、こんな感じで結構ど抹茶な色しとったんでね、うまそうじゃないですか。いただいてみましょう。うん、めちゃくちゃ濃いわ。これは濃いですね。いいですね。160円だったかな。うん、紙コップのねやつにしてはいいお値段に、ま、なってますけど、あ、全然これはありですね。いいですね。で、残りが、残り1時間16分で出てますね。そうすると、4時50分ぐらいに着く。1時間早いな。ご飯食べたいけど、やっぱここは、ちょっと、飲食は
できないのか、下のところでなんか産直みたいなのが昼間に営業してるみたいなんですけど、そうですね、ゆらぱーっていう名前のね、ゆらゆらさん、ゆらゆらさんな感じのね、いいですね、ところがあるらしいんですけど、土日祝の8時半から12時半までの営業というになってるんで、ちょっと本当に昼間だけの感じみたいですね。で、自販機等の設置っていうことなん で、そうですね、ちょっと、レストランとかそういうのが入ってるわけじゃない、まあ、パーキングエリアですんでね、っていう感じみたいですね。よし、この地図はちょっと重宝しそうですね。お、ナビもしゃべれる、なんか設定がうまいことできてなかったみたいですね、一応ナビも入れてナビチェックしながら行きたいと思います。よいしょ、やっとナビさんも本格的に案内してくれそうになってきたんで俺の設定ミスなだけですけどね。よいしょ、まあ、特に下道入ってからちょっと交差点曲がって曲がってがありそうなんでね、行きたいと思います。